公益社団法人青森観光コンベンション協会の専務理事六角よりですね、ご挨拶申し上げます。皆さんこんにちは。青森観光コンベンション協会の専務をしております六角でございます。今日はなんかテレビカメラも入っておりまして、何事かと思いますけれども、日頃皆様にはインバウンド外国人の皆様の対応だけではなくて、いろいろな皆様の対応をしていただいて本当にありがとうございます。こんにちは、藤田です。5月 の、 その9日の日にそのノルウェージャンジュエルの方の、船内で の、 あの案内の方にお手伝いに入らせていただきました。実際ですね、聞かれることはもうちょうど9日ということもあったので、桜で弘前へのアクセスが一番多かったです。でもちろんお船に乗ってくる方って、オプショナルツアーで観光バスで行ってしまう方も多いんですが、バスの数が限られているので、ほとんどは、フリーで青森市内を回ったり、弘前に行ったり、行ってみたいところに行ったりということでご案内をするような形ですね。まあ、あの日は時期的なものがあったので、ほとんどが弘前で、あと青森市内であれば八甲田の方に行きたいですとか、まあ、夜遅くまでいましたので、あとは昭和大仏に行きたいですとか、そういうふうなご希望がありました。で、ただですね、いらっしゃった、でまた来て、まあ、いろいろ聞いて、町に歩くのに行くのに新中央ふ頭からどれくらい時間がかかるのかとか、そういったのもやっぱり聞きます。でも皆さん実は船に乗っていらっしゃるお客様って、リタイアされたりとかして、大体が大体50代より上の方だったりとかすることが多いんですね。でご夫婦単位で来る方と、ご家族でいらっしゃる方っていうのが多いので、どうしてもこうどこまでなら歩けるとか、どこまでならいいとかっていうのがあるので、まあそういうスタンスとか、ここからここまでの距離はどれぐらいかかるとかっていうのはもう頭の中にというか、まあ、覚えておいて行っていただくというふうな形ですし、あとはよく聞かれるのは両替とか、のことですね。両替については平日であれば銀行をご案内することが主なんですけれども、土曜日日曜日祝日に船がついてしまっている場合は、基本的には両替所が青森市内には残念ながらないので、インターナショナル ATM といいまして、郵便局の ATM とセブンイレブンの、ATM を使ってですね、要はキャッシングしてもらうというふうな形でお願いしています、ね、例えば日曜日で次の日が月曜日だとすれば、次の日例えば函館に行くですとか、次の日はもう船の中に乗って横浜に戻っちゃうんだっていうことであれば、青森での両替とかお金っていうのはそんなに多額ではないので、まあ一応必要最小限だけまあ下ろせるようなお話で持って行って下ろしてくださいみたいな感じはお願いしていると思います。で実際船の中では両替できます。本当は両替できます。ただレートが高いので、皆さんレートが高いので船の中でやりたがらないだけです。だからできないわけではないし、やれないわけではないんですけども、高いのでやらない。ただ出てきてそうだっていうのが状況が分かれば一旦戻って帰ってくる方もいますし、そのインターナショナル ATM でいいんだったらばそれでいいやっていう方もいます。なのでそういったところも知識っていうか、まあ何年かやってる上でのそういうふうな形で覚えてきたものだったりとかっていうのがありますね。で実は私が案内に行ってるといっても、私だけが案内してるわけではなくって、市の英語の話せる職員ですとか国際交流員、それから、学校とかに行ってる ALT の先生たちもいらっしゃいますし、それから青森だと IVA といいまして、青森、国際ボランティア協会というところがあるので、そこから皆さんボランティアで来ていただいててお話ししていただいてたりとかっていうのもあります。彼ら彼女たちは、英語というか会話に関してはもうプロなので逆に、知識何か知らないことがあるのであれば、私が
話ができないのであれば、私たちが知識になって情報を皆さんにお話しして、それを訳してもらうとか、供給紙ここここありますから、これはご案内しないでくださいっていうふうな話をしたりとか、例えばロープウェイだと風が強いと止まっちゃうので、ロープウェイ今運行してませんとか、それも気をつけて案内してくださいとかっていうふうな形でご紹介したりとかっていうのはあります。あと船で来たお客様で、なかなか返答に困るっていう質問をされる場合もあるんですけれども、そういった場合は私ではわからないのでちょっと待ってくださいっていうふうな形で調べたり、まあ調べたりとか言ってもパソコン持ってってるわけではないので、自分の携帯だったりとか何かで調べたり、スマホで調べたりとか、あとは案内所に電話かけて調べてもらったりとかして、それをお伝えするっていうふうな話もあります。以上です。はい、みんなでちょっと笑顔でですね挨拶して、で時間になったらまた席についてください。それでは始めます。はい、じゃあ皆さん立って、はい、挨拶し合ってください。一人ずつ挨拶回っていいですよ。ぐるぐる回って2分間ですから、はい、名刺交換でも。普段やっぱり観光案内所ですのでね、笑顔が大事ですので、はい、終了です。戻ってください。はい、時間の制限もありますので一旦戻りましょう。改めましてですね、今日進行させていただきます青森市観光交流情報センターの工藤です。よろしくお願いします。実は私ども観光案内所でボランティアでお手伝いをしている普段から、大型客船来た時は案内所 の、 外国人も増えてくるので、まあ、通訳やってもらったりとかですね、あとは、まあ船が来なくても、普段からちょこちょこ遊びに来てもらって、まあ、案内所の中に座ってもらってですね、通訳とかいろんなことをやっていただいています。こんにちは皆さん。和の名前はクリントン・ダベ、はい、私は青森観光案内所の工藤さん、仙台所はとはケアグルダベ、はいはい、そうですね、私はマレーシアから参りました。はい、今は青森小学院の大学院生で、そう去年の10月そう日本に来たばかりです。では半年に過ぎないと思います。はい、私は大学時代には台湾で留学してました。はい、ではそちらにはちょっと台湾の文化もちょっと分かるようになりました。はい、私はなぜか日本に来るのか、まあ実はその日本語のその発音は、そう私は学んだ中国語とその中国の方言とはちょっと似ていますから、そういやそちらに漢字があり、その興味がありますから、ではそこにもっと日本語を上手になりたいと思います。本会と申します。中国の吉林省から参りました。現在青森中央学院大学大学院2年生です。今経営分析について研究しています。今年は日本に来て4年目です。アルバイトは高校のバイトとコンビニバイトをやっています。みんな支えてくれて、応援してくれて、日本に来てよかったと思います。これからもよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今回の学習の狙いっていうのを押さえておきたいんですが、今話したように、外国人の気持ち、我々の気持ちを外国人がどう取っているのか、それとやっぱり一番大事なのは、今まで私も観光コンベンションにいてもう30年勤めてるんですけども、他の案内所はどういうことをしてるかって分かんないんですよね。やはりどういう仕事をしてて、どういう活動をしてて、もしくは私たちがやってることは他のところではやってなかったりとか、逆に変なことしてたりとかって比べることができないので、そういうことも含めて案内所職員同士の交流をしましょうっていうのが今回のね、趣旨でもあります。それから
案内書の取り組みを学びましょう。まあ、例えば話を聞いた中では、あのインバウンドなかなかね、年間何人も来てないんですよ、うちはと。でもインバウンド、インバウンドって言って対応どうすればいいのかすごく困ってるんですよっていう声を聞いたんですよね。まあ、でも一緒くたに、まあ、講習会やられてもですね、なかなか、温度差があるので、それだったら案内所間で情報共有をしてね、少し安心してもらいたいという気持ちもあったので、その来てる来てないは別物として考えていました。それをお互いに学び合うということですね。マチテクガイド事業ってあるんですけど、うちの方の案内所って事業やってるんですよ。で、マチテクガイドっていうのは、あの新幹線開業の時に観光客を連れて歩くっていうので、まあ市の方から、市が立ち上げたものをやってるんですが、まあ観光客といってもなかなかやっぱシーズンで全然違うので、最近ではですね、出前事業って言って小学校とかデイサービスとかにも行ってます。まあこれが功を奏してですね、学校の方から今最近あの総合の学習ってありますよね。そうするとですね、観光案内所の人に講師になってもらって、青森の魅力を教えてくださいっていうのが最近増えてます。まあそういう意味では、その町だけの仕事からこう出ていく仕事も増えてきたっていうのがね、最近の案内所と違った形ですね。で、デイサービスの方も年間30とか40いてます。まあ、それもね、観光案内所とか町テクの事業を、紹介するにはすごくこう地元の人に理解してもらうのがいい機会だなと思ってますね。それからあと、うちどこで力入れてるのがですね、あの3番の職員研修ですね。ここでいくと、今年度は前年度は14回ってありますけど、要するに職員の人たちが案内しますよね。そうするとパンフレットで読んだものを案内するのはリアリティがないわけですよ。そうするとやっぱり本人たちが見てきたものを案内しないとやっぱり自信ないわけですよね。ですから、できるだけですね、数多く、現場を見てきなさいということで現場を見てもらってるんです。で、それは職員間で連携して決めていきます。っていうのは、連携っていうのは同じところに3人いてもしょうがないわけですよ。ですからできるだけ少ない人数で行ってその情報を共有するっていう形を取るので、新青森駅と現役の青森駅側の方と2つ合わせると、まあ、年間30箇所ぐらいは、行ってる形になりますね。で、それで終わってれば案内書のスキルアップで終わっちゃうので、それはもったいないということで、それをですね、写真をふんだんにした報告書にしてもらうんですよ。前は字がちょっと多くてですね、読みたくもなくなるんですけど、最近は写真を多くするんですよ。で、それをどうしてるかっていうと、ホテルとか旅館のフロントに流すんですよ。そうすると案内書が見てきた情報をホテル旅館のフロントさんに流すことによって、ホテル旅館のフロントさんがそれを活用して案内ができると。まあ極端に言うと、我々の案内スキルを青森市内にいっぱい増えた方がいいということですね。まあそういうやり方をしています。最近はまあそういうやり方で、いろんなその案内書っていうね、今までのこう案内書でこういうもんでしょうっていう形を変えていこうという形でいろいろと取り組んでいます。で、要するに職員間で考えているのは、まあ案内書よりももっと先を行く案内書をみんなで目指そうよっていうのが共有している言葉がスーパー案内書ですね。まあ、特に何て言うんですか、スーパ市役所職員みたいな感じで、ね、スーパー役人とかいろいろ言葉ありましたけど、要するにスーパーっていうのはどういう意味かというと、今までの案内書のイメージを変えたいですよねと。それから今までの業務枠を超えていきましょうよっていうのが、まあ職員間で共有しているんです。それがさっき言ったお客さんを来てもらって案内するっていう案内書が一般的な案内書かと思うんですが、極力我々のこう能力とか、まあ覚えた知識をですね、いろんな人に発信するということですね。で、最近その旅館ホテルに発信することが多くなったので、旅館ホテルの、まあ、その社長さんとかからですね、感謝の声が届いたりしているので、まあ、そういう意味では案内書っていうのはただ受け身のものだけじゃなくて、自分たちが外に発信することもできるんだよっていうので
ちょっと変わった案内所ということで、スーパー案内所を職員間で目指しています。